ジャパニーズカシスクワの実が取れましたんで、お酒につけてみようと思います。今回はね、リキュールの代わりに使いたいんで、焼酎じゃなくてウォッカでつけようと思います。クワの実はもう一度洗って水気を拭き取ってあります。入れてきます。これだけじゃ量が足りないかもしれないんで、量が足りなかったら後日またクワの実が取れた時に追いカシスというか、後で追加で入れようと思います。じゃあウォッカ入れてきます。40度あります。この瓶一瓶が 700cc ですね。お酒の量がこれぐらいなら、クワの実こんだけでもいいかもしれないですね。じゃあ、あとは浸かるまで待ってみようと思います。楽しみです。前回の収穫から時間が経って、さらに一杯クワの実が取れました。一杯取れました。もうかなり色出てるんですけど、せっかくなんで追いクワの実していこうと思います。ああ、匂いは結構いいですね。入れてきます。まだまだいっぱいあるんですけど、これぐらいいっぱい入れたらいいですかね。もう触るだけで手が紫に。これでもっとクワの実のエキスをたっぷり出そうと思います。浸かりました。飲んでみようと思います。アントシアニンたっぷりです。ゆすると赤いのが分かりますけどね、そのままだと真っ黒に見えますね。匂いは梅酒みたいな匂いがしますね。ついでみます。色の見た目は濃いめの赤ワインっていう感じの色ですね。でも度数は40度あるんで結構濃いですね。飲んでみようと思います。甘い。甘いんだけどすっごい上品な甘さ。砂糖入れてないんで、クワの実から出た純粋な甘さ、これはかなり美味しいです。カシスのリキュールにやっぱりちょっと似てますね。アントシアニンの味ですかね。ベリー系の味。でもリキュール類のように砂糖のベタっとした甘さがないですね。すごいスッキリして飲みやすい。これはかなり美味しいです。クワの実酒あり。かなりおすすめ。せっかくなんでカシスオレンジを作ってみましょうか。生のオレンジを用意してみました。よっ。絞ります。氷を一杯入れたグラスを用意しました。こちらにオレンジジュースを、生絞りのオレンジジュースを入れます。
1個だと量が足りなかったんで、もう1個絞ります。2つ目のオレンジ入れます。これぐらいあればいいっすね。はい。で、オレンジジュースを入れたとこにこうバースプーン、まあこれ何でもいいで、箸とかでもいいです。こうカシスをそーっと入れてあげます。こうやって先にオレンジジュースを入れて、その後でカシスをそーっと入れると、こうやって2層に分かれた綺麗な状態になります。お店で出されるカシスオレンジはもうこれをぐるぐるぐるっと混ぜた状態で提供されるわけなんですけど、まあ自宅で自分で作って彼女とか女の子に飲ませてあげるときとかは、こうやって混ぜずに2層に分けた状態で出してあげるとちょっとおしゃれでいいかもしれないですね。で、まああとはストローとか刺して飲むときに自分でぐるぐるって混ぜて飲んでもらうみたいな感じ、いかがでしょうか。ジャパニーズカシスを使ったフレッシュカシスオレンジです。砂糖が一切入ってないんで自然な甘みがポイントですね。飲んでみましょう。味見してみます。混ぜちゃいます。市販のカシスオレンジよりやっぱちょっと色が薄いですね。いただきます。めっちゃうまい。何これ。ちょっとね、もし僕が女の子だったらこんなカクテル飲まされたらいいかもって思っちゃう。いや、でもこれ結構度数は強いはずです。すごい飲みやすいけど、うまい。なんだろうな、僕カシスオレンジ実は嫌いなんですけど、これは美味しい。クワの実のお酒の上品な香りと、オレンジがやっぱ生搾りだからかな。昔の人が飲んでたカシスオレンジってこういう味なのかもしれない。今の工業製品化されたリキュールじゃなくて、昔ながらの自家製リキュールで農家の人たちが飲んでたカシスオレンジってこんな味なのかもね。すごい爽やかさっぱりして美味しい。これだったらお店でこれ1杯1600円ぐらい取られても、まあこの味なら1600円しても仕方ないなって思えちゃう。甘いんだけどすっきりしてる。すっきりした甘さ、蜂蜜が入ってるような味。一気飲みしたら後で結構回ってくると思うんで、チビチビ飲みますね。これ、白ワインが入ってたペットボトル。茶こしね。クワの実は取り除いて、お酒だけ取っときます。これひっくり返したら泣きますよね。気をつけよう。お、怖いな。これがエキス取り終わったクワの。イチゴの時は
結構色抜けて真っ白になってましたけど、まあ色は多少抜けてるんだろうけど、まだやっぱ濃いですね。いちごの時は残りカスを食っておえってなったんで、この出汁柄は食べません。きっとね、ジャムにしても美味しくないと思う。もうエキスがこっちに出てるから。ちなみにこっちが前作ったいちご酒、いちごを取り出して同じくペットボトルに入れてありますけど、色全然違うでしょ。比べるのにいいかなと思っていちご酒も用意してみました。味の美味しさで言えば、僕的にはいちご酒よりこの桑の実のお酒の方が断然美味しかったですね。どっちが甘いかって言ったらいちご酒の方が甘いで、香りもいちごそのまんま。でも僕はちょっとそのいちごの香りがきつすぎて、それよりもなんかこっちの桑の実のお酒の方が上品な香りで良かったですね。うん、桑の実なかなか手に入んないかもしれないですけど、ベリー系の果物で試してみてください。ごちそうさまでした。バイバーイ。